当のなぎこさんは、スズラン、冬のリング、グミは見ていたなど数多くの作品で知られる女優です。当のなぎこさんは、昔若い頃も今現在も可愛い、綺麗と評判ですが、幼少期の母からの壮絶な虐待経験、その精神的な後遺症の告白などが大きな衝撃を持って迎えられました。その当のなぎこさんの母親との関係、病気や結婚、離婚、元旦那について、年齢や本名、中学や高校、経歴などをウィキプロフィールとともに調べてみました。当のなぎこさんのプロフィール、名前、当のなぎこ、当のなぎこ。旧芸名当のなぎこ、本名青木明美、出身地、神奈川県川崎市、生年月日、1979年11月22日。年齢、38歳、執筆時、血液型、O 型、学歴川崎市立中之島中学校卒業、東京都立代々木高等学校中退。職業、女優、所属事務所ワイルドビジョン。当のなぎこさんは1979年生まれの神奈川県川崎市出身。4人兄弟の長女で、3人の弟、妹がいます。当のなぎこさんは子役出身で、1991年、小学6年生の時に、本名の青木明美名義で、超人戦隊ジェットマンに出演し、デビューを果たします。子役時代の当のなぎこさん、1994年、嫁の出る幕にレギュラー出演。この作品以降、当のなぎこを名乗るようになります。1995年、NHK 大河ドラマ、八代将軍吉宗、TBS、未成年に出演。未成年より、なお、この頃、当のなぎこさんは、思春期ということもあり、ふくよかな体型になりがちだったと言います。当のなぎこさんが母に相談すると、痩せたいなら吐けばいいと言われ、実践し始めたところ、過食と嘔吐を繰り返すようになり、止まらなくなります。医師からは摂食障害と診断され、仕事を休むよう言われ、3年もの間、女優業を長期休業します。なお、この障害の背景には、母からの虐待の日常という壮絶な体験があったようです。口述。当のなぎこさんの復帰後、スズラン、ヒロイン現在。そして、復帰後の1999年に、NHK 連続テレビ小説、スズランでヒロイン常磐萌を演じます。スズランより、2001年、熊井圭監督の映画、日本の黒い夏、演題で日本映画批評家協会新人賞を受賞。2002年、黒沢明脚本、熊井圭監督作品、グミは見ていたでヒロインの遊女役を演じ、初ヌードを披露。2005年、昼ドラマ、冬のリングでヒロイン水島しのぶを演じて大きな話題となり、同じく話題になった2002年の、真珠夫人や2004年の、ボタンとバラを超える高視聴率を記録。真珠夫人ヒロインの横山めぐみさんについて、ボタンとバラ、ヒロインの小沢まじゅさんについて。以後も、2010年の、当のなぎこ、の改名を挟んで、数多くのドラマ、映画、舞台に出演。また、その壮絶な幼少期から現在に至るまでの体験及び日常の特異性や独特の個性から、アウトデラックス、ロンドンハーツなど数多くのバラエティ番組でも引っ張りだこになるなど、女優として、タレントとして、第一線で活躍を続けています。次ページ、当のなぎこさんと母親の虐待、その後の精神的後遺症と現在。結婚と離婚、当のなぎこさんと母親の虐待。当のなぎこさんは物心ついた時から、日常的に母親からの虐待を受けていたのだそうです。当のなぎこさんの母親は、当のなぎこさんが小学生の時に離婚し、離後は半ば育児放棄状態で、男性と遊び歩くという生活を送っていたのだとか。
それだけではなく、長女である当のなぎこさんに対してだけ、虐待とも言える仕打ちをずっと続けてきたといいます。具体的には、妹や弟と比べて露骨な差別待遇、顔立ちや体型などの身体的特徴を欠陥として毎日のように挙げつらう。母親の交際相手の男性の局部の写真を見せられた。母親が再婚後、不倫相手とラブホテルに行くたびにそのことを告げ、弟と妹の面倒を見させる。母親の再婚相手と一緒に風呂に入るよう強要された。などなど、どれも凄まじいですが、特に一番最後は犯罪レベルの虐待ですね。こういった虐待を、小学生に上がる前から小学生時代にかけて日常的に受け続けたため、その後当のなぎこさんは様々な精神的なトラブルに悩まされ続けてきたといいます。当のなぎこさんの今も残る心のトラブル。その結果、当のなぎこさんは現在に至るまで、様々な精神的な障害や疾患に悩まされ続けてきました。性的逸脱、同時に何人もの男性と交際する。頻回の性交渉、リストカット。摂食障害、過食と嘔吐を繰り返す。強迫性障害、確認行為、執拗に戸締まりや火元の確認を繰り返す。中継恐怖症、自分を醜いと思うあまり、鏡を見ることができない。薬による手の震え、大量の汗などの副作用。当のなぎこさんは15歳の時から精神科に通い始め、現在も通院中で、服薬も続けているとのことです。性的逸脱やリストカットは、卒業、できたそうですが、摂食障害、過食嘔吐や強迫性障害は現在も続いているようですね。その原因となった母親とは完全に縁を切り、10年以上音信不通状態なのだそうです。血のつながった親子、曲がりなりにも育ててくれた母親ということもあり、これに関しては世間ではいろいろな意見があるようです。しかし、いずれにしても、この母親と全く連絡を取らないという選択肢は、当のなぎこさんにとっては自らの精神の安定、生活や人生を守るための手段であり、長い間よくよく考え、断固とした決意を持って導き出したものなのでしょうね。通常の家庭環境からは想像を絶する壮絶な生い立ちで、その傷もとても深いものですが、その経験から、最近ではその体験を綴った。摂食障害、食べて、吐いて、死にたくて、いや、一度も愛してくれなかった母へ、一度も愛せなかった男たちへを出版し。また講演を行ったり、自身の公式アメブロ上でお悩み相談を受け付けるなど、同じような心の傷を負った人たちに対する活動も精力的に行っています。次ページ、当のなぎこさんの結婚と離婚について。当のなぎこさんの結婚、離婚。当のなぎこさんは二度の結婚歴と二度の離婚歴があり、現在独身です。最初の結婚では、2009年5月13日に会社員男性と入籍しますが、7月23日に離婚。わずか72日間の超スピード離婚でした。二度目の結婚は、2014年5月5日に、元プロボクサーのバー経営者の男性と入籍し、6月28日に離婚。こちらは55日間と、前回よりもさらに短期間になっています。ただ、二度目の結婚相手の元夫については、離婚後も事実婚状態で交際は続いているとのことです。籍は抜いたものの、任意後見契約書を交わすことで、法的にも元夫に対して責任が取れる関係にしたみたいですね。具体的には、彼が病気になったり不慮の病気になった時に一切の面倒を私が見ますよということ。という契約内容なのだそうです。入籍、結婚ではなぜダメなのか、と思うところですが、当のなぎこさんによると、結婚すると。
自分自身が負担に感じるほどに、妻、という形に縛られてしまった。ということになるみたいですね。結婚という形にすると、結婚、とか、夫婦、という形式にとらわれ、精神的に休まらなくなり、夫婦生活の継続が難しくなってしまった、ということのようです。それでも二度目の元との間には強い絆があり、結婚は無理だったけれど、代わりに任意貢献という絶妙な方法を見出したということなのでしょうね。幼少期が壮絶すぎた分、これからの当のなぎこさんには本当に幸せになってほしいものですよね。ただ、以前に比べ、まだ続いてはいるものの、様々な症状は格段に軽減しているみたいですので、着実に幸せに向かっていることは確かなようです。そんな当のなぎこさんを心から応援していきたいですよね。以上、当のなぎこさんについてでした。最後までお読みいただきありがとうございました。